85番416ヤードパー4です。これはちょい右ドッグ、左のバンカーも入る可能性があるんで、左バンカーの右縁と旗の間ぐらい、旗ぐらいでもいいぐらいです。左バンカー散った、バンカーショットいいんじゃない逆に、はい、はい、バンカーあれですね、今ちょい抜けたんですけど、うん、ポヨンポヨンしてポヨンポヨンね、スススね、うんうん、まあ、こんな感じです。残りはピンまでが193、つま先下がりの右崖、左木、うん、どうするっていう超難しい。さあどうしますするこれはね190でしょ、はい、ピンまで190、ピンまで190です。まずあの僕無理ですね、190ヤードでこのまっすぐ飛ばす自信がないです。ちょっとでもショートしたら右崖なんで、そうだから無理で、近づけたいけど、うん、無理ですね。落としても傾斜いっぱいあるんで、うん、もうほんあのあれでしょ、特設ティーぐらいで150ヤードぐらいでしょ、あそこで140ぐらいですね、35とか、あそこ超えないぐらいで打って次7番アイアンフルショットでピンガシャーンって感じのイメージです。超えないってでもなんかめちゃめちゃ左足上がりのつま先下がりになる可能性ありますよ。ピンガシャンでイメージっす拾ってあれです、拾わないでそのままスルーしようと、うん、あ、なんかそこそれよりもなんか7番アイアンが自信あるんで、あ、なるほど、それで打ちたいっていう感じっすね。私もそこかな、私もちょっとさすがにここでスプーンとかバフィーとかセアウェイとは使えないので、まあ、刻んでいきたいんですけど、130ヤード打つとなるとやっぱある程度ドローかけないといけないのと、もしかしたらそこの150に刻むか、ドローかけて140ぐらい打って、で基本的にはもうこういう状況になったら私あんまり無理してパーを取りに行かないようにします。スリーオンの2パットぐらいでうまくいったらパーみたいなメンタルで行きます。このキースレスレ行きますね。うまっ、どうだ、行くか、おー耐えた、あれがドローかかってるから耐えれんのよねはい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 、ね、なんかさ、あのピンスレスレ狙うとかってどなんかあるんですか、そのこう結構コツってピンスレスレ、あ、ピンじゃない、木の葉、木スレスレを狙うみたいなこと言ってたじゃないですか。ああ、方向ちゃんと決めること、方向、それはそうだてか、なんか必ずフェースを合わせてから、はいはいはい、こう、足作る、うん、要は、よく言うほらスパッとあるじゃないですか、うん、それを、こうした時に多分今ここでしょ、うんうん、そのスレスレからグーって引っ張ってきて、まあ、この落ち葉のちょうど外側だなって見たら、そこにフェースをまっすぐ合わせてから足作る、必ずスパッとにフェース合わせてからスタンスを作るっていうのをもうルーティンに組み込んじゃってますね、私の場合。ルーティン、ルーティン、常にどのクラブでもなんかここは絶対乗せたいからとか、ここは適当でいいやとかっていうのがなくて、ルーティンなんだ、ルーティン、なんかこういう時だけにやってるわけじゃないんだ、あ、もう常にそういうわけじゃなくて常にそれをやっとかないと、だってゴルフって常にどこ打ってもいいわけじゃないからねそんな状況でもある程度そうだけど、誰もそんなの教えてくれないじゃん誰一人教えてないですよ。そうね、確かに今目印取ってみたいなことを目印取って言わないね、一番大切なこと隠してる、隠してない、隠してない隠し味で、隠し味で、そうだ、必ずウェッジだろうが、それこそパターだろうが、何でも向けてからっていう、そうなんだ、やっぱ肝心なとこだけじゃないんだ、じゃなくてですね、じゃこれもスパッツ取るわけね、あ、そうです、そうです、そうです、あ、これ足かかんないからこのまま打たないといけない、もうでもよく耐えたね、ほんのちょっとでもいったらもうスロロロロンって
スロロロロンって、うん、無理しないでどかして大丈夫よ。いいっすか。うん、じゃあ そんな趣味やどっちが近いかな。ここと、やっぱね、ゴルフショップ経験とかさ、クラブの気づきになっちゃうじゃん。あ、そういうことね。じゃあこの辺からやりますね。はい、うん、40です。45、こうやって見て、そう、ピン方向でススって引っ張ってきて、このもじゃもじゃだ、そこにつけるんだ。そう、はいはい、で、フェーズ合わせてから足取る。もうただこれだけ。なるほど。それまっすぐ行くよ。お前転がってくんない。誰も教えてくんない。 それをルーティンに踏み込んでいてあげると、確かによくほら右向きやすいだとか、向いてる方向がいつも違うだって言われるんだって人は、多分それができてないのか、うんうんうん、スパッとリフェース合わせてからアドレス作るっていうこの流れが多分できてないから、なんか違うとこ向いちゃう。うん、ありがとうございます。スパッと、スパッツ、スパッとスパッと、うん、多分スパッツって言ってますね。あ、でもスパッツ、いや、どっちもあるかも。スパッツじゃないか。あ、スパッツってなんかありますね、ピタピタな。もともとほら英語表記のやつを買ったから、まあ、どっちでも、日本語じゃないか、どっちでもいいと思う。まあでも予定通りみたいな感じで、よし、いいです、予定通り。だからもう無理にそ、うん、ね、不可能な状況とか難しい状況からパーとかボギーとか狙いに行く必要はないのかなと思いますね。うん、諦めも肝心だと思う。そうね、それがメンタルのその安定にも、うん、確かに確かに、つながってくるから、起伏少ないよね、余裕があるから。そうメンタルスポーツだからね、結構前半戦に言ったアドレナリンがどうのこうのって結局メンタルが影響してるわけだから、うん、まあ、どれだけこうトゥーって感じを維持するかみたいな、うん、そこはあるかな。はい、16番312ヤードパー4です。もうこれはね、左ドッグだけど、あの黄色い旗ぐらいからこう落ちてるから、あ、まあ、見える範囲に打っていけば、変なし、ラフどっちもこうなってるから、どっち行ってもこっちに跳ね返ってくる要素があるんで、確かに基本的にはこれはもう見える範囲に打っていけばいいかなっていうメンタルでいきますね。いやー、いいショットだよな。いっちゃいます。まあ、性格がいいからかな。おお。おお。か、おお。ちょっと待って、スカート道に2回跳ねて左に行ったと。これがいいのか悪いのか。そうね。吉と出るか京都出るかちょっと分かんないけど。行ってみましょう。そんなことあるんかい。ですね、センターが75。ピンがマイナス、まあ、70、ピンまで70。打ち上げ入れるとまあ、この通りかな。75ヤード。これはそんなに芝が長くないんで、おそらくそんなにフライヤーかからないかなと思います。75ちょい上げで打ち上げになるんで、ある程度そのジャストで距離75ヤード出さないといけないんで、80のクラブで普通に打っていくっていう感じかな。52、見えないけどいい感じだと思う、うん、ってな感じ。やっぱりなんかその打つべき距離と、はい、何が決まると決め打ち感があって、あれだね、繋がるね。何が何がなんか迷うじゃないですか、こう打ち上げとかって。あ、あの落とし先も見えないから、落としどころも、そう、どうなってるかとかもちょっと分かんないから、これでグリーンの傾斜を見てどの辺に落とすのがいいのかというのを見ると、だここのグリーンがなんか右手前からこう左奥に下がってるんで、まあ、右よりか左側の方がこのボール残りやすいかなっていう安直な考えです。う
思ったより近い。もうちょっとなんか あの左側かなと思ったけど。確かに。日頃の来ない。日頃の来ない。必ず反対からもライン見まちょうねと。くらいね。ちょっとこれわかんないけど、これやっぱ傾斜こうっすよね。ここが高いってなってましたもんね。うん、ここ高い。スライス。これもフェース合わせてから足決める点打ち。よし。距離感だけでしたね、うん、ってな感じですね、はい、フェース合わせてアドレス作る。もうそれルーティンした方がいい。みんな本当足作んない。先にセット足作る王道。みんなそのルーティンでやっていこう。